ザ。こんにちは。さあ監督、まあ、失礼な話、遺言ということで、まあ、球界にこれだけは言っときたいっていう、そういうことがあれば、うん、まあもうプロ野球がね、進む道ですよね、うん、未来に。あれね、本当ね、言いたいことあるけど言っていいのかなと悩んでる。いや、言っていいと思います。いや、プロ野球を運営するものは根本的に間違ってる、うん、アメリカは命懸けでやるんです、うん、ね、日本は優越感でお前やっとくかやっとくかって本社があって、本社がうちは野球チームを持ってます。だから野球チームを持ってるとアメリカ人は尊敬するんですよ、うんうん、アメリカと同じように持ってると思う、うん、違うんですよ、うん、で小石のはもうあのユベルスなんかあの時は11億ドルをもう取ってね、用意してた、うん、でオーナーが君オリンピックで成功したやり方でちょっと野球界盛り立ててくれと、うん、ほんであのストがあった時ですよね、うんうん、いや、ほんでユベルスがこうだーって言ったらお前たちイエスサーと言うかって言っとるよ、うん、でオーナーがもう決めたんだからイエスサー当然、日本はオーナー何かやったらクビになるの、うん、ダメだったら本社帰れって言うでしょ、うんうん、あれはダメ、それで複数年契約をするなと言ったんですよ、うん、選手にですか。選手に、うん、でアメリカ僕が主催でやった、うん、あれあの時にアメリカはあのオーナーが人間を奴隷化して、うん、奴隷のように使った時期がずっとあった、うん、それからあのメッサシビとかなんかに契約せずに1年間やってあの権利を取ったんです、うん、それでそうやったら成り立たんから、それじゃあ認めて、やったのがアメリカなんだ、うん、日本はその時にあの人間っていうのは複数年契約すると堕落すると、うん、単年じゃないとダメだ、うん、日本はそんなにあの選手をいじめてないから個性を抑えて1年契約やるべきと、複数年は絶対反対って言ったんですよ、うん、それで今の評論家も僕ら勉強してくれって金出さないで、うん、何にもやるんだったもんね。日本はねやり方は間違ってるよ。正直松太郎とか品川の社長とかあんなどうしたら強くなるかいいかまだ救いがあった、うん、で今のはねただ持ってる優越感だけ、うん、で監督コーチにね、わあこれはいいな、こいつは面白いなって人もいないよ、うん、ね、コーチやったことない、監督やったことない、監督一人、日本ハム、うん、あの監督栗山ですか。え、栗山ですか、うんうん、あれ何にも経験ない。向こうはスーパースターがじゃあ、あの辞めていくときに若い選手を教えてやってくれる、いや、たくさん金持ってるし女房に不自由かけてるから、いや、家庭人になるって辞める、うん、その代わりオールストンとかベラソーダみたいな現役レギュラーでは全然役に立たんやつが野球に未練持ってマイナーの選手を育てる。で、オルソンがどうじゃ先に監督して成績とかって残ったらラソーダーはチャンスがないんです。それの代わりずっと選手を自分が投げて育てて、それでメジャーに送って、それでオルソンが辞めた時初めて行くんです。それでまた勝つでしょ。これがアメリカ。日本そのするスーパースター監督やったらってお客さん騙すでしょ、うん、そう思わない。高橋、巨人の高橋みたいなあんないい男勉強させたらあんなことないよ。やり方知らんのや。まあちょっといきなり現役終わってすぐ監督っていうのはかわいそうだったですよね。かわいそうに勉強する暇がないから、暇で勉強する場がないから、僕ら OB クラブの会長初代は川上さんで、その次に誰かな、それで僕らがなって大沢崩したんだよ、うん、大沢土井大沢いのね、うん、悪いやつやこれそれであのあそこに入る人間幸せに野球を教える幸せを味わわさないかんって森徹をあげたんですよ、うん、僕は、うん、あいつはいつの間にか大沢に付き合ってね、それでもう死んだよ。それで今は八木沢がやってるから、うん、八木沢
アメリカをそっくり真似はできないけど、OB クラブで勉強をもっとせ、うんうん、で僕らやっぱり杉下さんとかが稲尾が中、ああいうのはこうしてやるときに、杉下さんはね、僕はね、フォークボールには絶対ストライク来らんって、球威がないって、それで見せて、真ん中に見せてボール、それでやっぱり生きるんちゃアウトローにピャーッと放った。で川上さんに掘るのもそうやったって言ったよ。で稲尾はここでゲッツを取るときに速いスライダーを掘るって、緩いスライダーはバッターがポンと当てるって、それだからゲッツ取れんと、速いスライダーとパーンとパーンっていってセカンドへ行ったらパーパーンと殺せるって、あそういうこといいこと言うんですよ。それで中は僕はアウトコースをサードの頭に行ったんで、インコースをうまく打ちました。ほうかーって言うんで、そういうのがあるんだよ。だから OB クラブをアメリカに真似して、それでそこで勉強して、12球団あったらお荷物の選手一人ずつ、これお前やったらどうして直す、お前やったらどうする、それで勉強会を開けとかね言ってるけど、やっぱり楽したいんだよね。だからあれやった大井クラブはアメリカのマイナーに匹敵するぐらいの材料を持ってる。それで子供の日5月5日が、あれ野球教室だけじゃなくて、もっと勉強をしてね、それでシーズンオフに12球団に1人ずつコーチをこれ勉強するこれやれって、12人1人ずつ入れたら既存のコーチ慌てるよ、こいつは真面目に、ほいで契約を変えろ、やったらいくらというにせと、どんぶりいかん、うん、日本はどんぶりやから。まあ監督はあれですね、終始こうお話を聞いてきて、やっぱ教育者ですね。やっぱ教育がいかに大事かっていうことをやっぱ論じるというか、いや OB は野球があって自分がお世話になって立派になったんだから、恩返しやね、チームに、チームを強くするとかなんとか言いないけど、野球界をで中学生や野球部配分になってるんだよ。そうですね、ね、だんだん、それを11週か2週が8億部、どう言ってやる。本当具体的に安原今僕らに4級した、クラシックから新人できた、これで先発感動で17勝かなんかした、ほんで偉そうに「愛してくれ壊してくれたらもっと勝てる」って言ったら「君 何勝何年だよ」って「あの1年で十何勝です」って言って、20勝を3年間やったらちょっと言うこと聞いてやれるのが巨人軍、今だ11勝か12、3勝で8億何だよ、落ち合いがあんだ三冠を3年取って3億でて、あれより上の人間いない、あれね、お金で選手引っ張ったら間違い、で僕は文句言いたいのは、迷宮会って何しとるんかってね、迷宮会、野球に詳しかったらね、野球界よくしたらいいじゃない、金儲けでいいと思ってるんだよね。でサインでも一枚なんぼ出せとかいうのは名球会、で OB クラブなんかサインしてくれって言ったら嬉しいのに、ただでやれってやったもんですよ、直すとこなんぼでもある、言い切れないということですね。言い切れないということですね。ああ言い切れないの、なんぼそれでもうさっと正しいことをやったらパッと変わる、で人間っていうのは暗示の世界に生きてるんですよ。だから言ったけど、顔色、お前どうしたの、悪いな、どこ行っても悪いな、お前実は俺はいいはずやな、いいはずやな、どこ行ってもその専門家がどこ悪いんじゃないかって言ってるの、どうかなと思ったら終わり、まあ暗示にかかりますもんね、気持ちがいい、だから暗示にかけていいんだ、だから選手でも例えば3割ちょうど打ったっていい成績ですよ、お前すごい才能を持ってるんだって、おだてる、
俺の言うことって3割5分のうちだ、ほいだら言うこと聞けない、3割5分打ちたいもん、ねえ、ホームラン10本だったら俺の言うとみ25本打つって言えや、これ荒川博史さん。でもまあこの厳しいことも教育していかなきゃいけないけども、おだてることも大事だということですよね。うん、おだてで、いいようにおだてで、うん、だから今の、例えばね、テレビ僕ら見てて、もうただでだって悪いことばっかり言うんだよ。これだから日本人は薬飲め治る、で風邪ひく前に風邪薬飲むバカがいるよ、うん、ね、一番わかりにくい、まあ、予防で ね風邪ひく前に風邪薬飲んでどうするんだよ。でもう一つはね、理論で何でもできるんなら、これはもう吉田知ってるけどね、東大が一番、東大って頭がいいんだよ。いいですね。理論、あ、分かった、で明日できるけど、一番弱い、それは練習が足らん。だから練習の必要性をやっぱり教えてやる、まあ、頭で分かってもね、体に染み込んでこないと。できないということですね。だから同じことをパパッと言って、人間じゃまず大脳が受けるんですよ。それで好意、愛、それで毎日同じことを言うとね、大脳が言う小脳が受けるんですよ、うん、そうなってきたら閉めた方がいい、うん、だから教えるっていうことは教えましたよ、うん、それじゃダメ、できるまで教えない。まあ、箸の使い方が最初おぼつかなくて、だん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 もうそれが自然と使えるようになるって、そこまでやらなきゃいけないということですよね。そういうのが今の時代にないんだよね。うん、だから格言で、科学的って何、科学的って何や、アメリカのなんとか大学で売りがないや思ってるだけですよ、うん、でもまずはやっぱり体に染み込ませるぐらいにやっぱ反復練習が必要だということです、ね、そうなると桑田問題は疑問でしょ。だから焦点はそこなんです、うん、巨人はどうなるか、うん、じゃあ桑田は補佐、補佐の次に専門家がいるのに話どうなるんだよ、うん、だからやっぱりね、大脳から小脳に行く、それで頭で分かっても体が覚えないとダメだ、うん、でいいものを食べたらいいと言ったそればっかり食べたら毒でしょ、うん、そうです ね、あんないい加減ですよ、うん、本当にもう僕らテレビ見てると何でも寝るまあ巨人 OB ですからね、でもなんか巨人、ね、でも巨人がソフトバンクにやられてますけども、あれやられるよ。いや、あの僕ら前巨人でも社長ね、3代目ぐらいまで社長は一回あったよ、ホテルで。どこで、こうすべき、ああすべきって僕が言った。あ、巨人なんですか。ほんでね、ヒロ君、巨人ね、負けるわけにいかん。これだからトレードする。ほ、うん、で一軍に入れる、うん。そうやるとね、二軍の選手に希望がなくなりますよ。うん、人間っていうのは希望があるから上手になる。うん、それを穴が開いたってすぐよそから補強したらダメです。あの間違ってるんだよ、うん、ほんであの言い訳するのは1軍は勝って、その間に2軍の選手を養成してあげるって、あれはヘリクツ、うん、ソフトバンクは3軍からずっと上がってくるんですよ、だからあれは教育をうまいこと言ってるなと、うん、そうですね、僕は思ってる、うんうん、監督もソフトバンクの育成法っていうのは認めてるということですね。いや、あの工藤はあれ利口なんですよ、うん、だから2軍、まあ、教え子ですもんね、うん、2軍に置いたらあいつズルする、そのぐらい利口なんです、うん、渡辺のは早いけど馬鹿正直で、うん、で変化球を2軍で習得したら使おうと、それで2軍にやって、それで工藤は1軍でそういうやにこっちの管理で使った、うん、で2年目か3年目にこいつはハングリーを知らんからアメリカのワンエンにやったんです、うん、これで帰ってきたらワン、あのハングリーの役がありました、うん、日本は裕福です、うん、向こうは本当にハングリーでね、うん、大変だと、いい勉強させていただきましたっていう、
それからあれの偉いとこは権利を取ってあっちこっち行ってるよ。それから米球者これいいな、これはいい。まあ工藤と話した時に監督の役割っていうのはもう怪我をさせない、しっかりした体作りをさせることから始めるっていうふうに言ったんですけど、それはどうですか今聞いて。いや怪我をするにはやっぱり自分がインチキしてる証拠や監督自身がね、これで怪我をしても自分で治せる、自分がその気になって治るんじゃね、病院行きゃ治ると思ったら大間違い、あれは抑えるだけ、うん、で薬というのは絶対に飲んで効くけど4つは出ない、残ってる、あとは時間がかかる、出るの、うん、それでその出るのに時間がかかるから副作用というのが出る、うん、で 4,5 年経ってみると、それでよかったら、ね、感知してますって医者が言う、あれ嘘、うん、全然なんか医者にえらいなんか恨みを持ってるようないや恨みは持ってない、医者はもっと勉強したい、で今の医者は私はこれが専門です、他は知りません、あんな医者はダメ、全体知らなくちゃ、うん、どこが痛いでここを治したら治るんじゃないよ、どっか原因があるもんなんね、まあそうですよね、うん、それでエバっとくセリーグはあと何年したらパリーグに勝てますか、もうすぐ今年行けますか、すぐ勝てる、あいやパリーグは勝つのはその気でやると、こっちはセリーグは遊んでるから、だから危機を感じて一生懸命やったらすぐ変わるよ、今の力の均衡はない、あ一緒なんですか、ほいでな DH 問題でもセリーグは DH したら何とか言う、あれヘリクツ、あんなもん小一生がやるって、ここは DH でやる、ここはやらんって言ったらそれでいいんですよ、先生言うべきじゃないよ、恥ずかしいんだよね。いや昔別さんがホームラン打って吹いたも打った、堀本も打ったピッチャーですね、うん、ピッチャーバッティングがいい人多かったですよね、その気で練習してない証拠、今え、まあ、遊んでる証拠ですよ、あれゲージの後ろにね担当コーチがダメって言ってる姿見る、ただプレーと言ってヒューロンかなんかでペルペルに話してて、あんたんだそばへ行くの怖いぐらいねとは、あんたはあそこへ行ってペルペルしゃべってうざいってやればいいんですよ。家族最後に何か言いたいことありますか、何か言いたいの、いや迷宮界もうちょっとねしっかりすら、ほいから今の OB クラブ、これがしっかりものが分かってやればね野球レベルが上がる、うんうん、なるほど、本当、まあ、いつか成り立ち野球チームを持つ成り立ちも少しね変えて、うん、でコミッショナーが一番権限を持ってるんだから、だから野球はこうせな横だなという、そういう人をやっぱりコミッショナーに持ってきてもらいたい、なるほど、いいなりな、何にもせんやつがコミッショナーで困るよ、まあ、オーナーの言いなりになっているということですよね。いやそれは昔ね、ピーター・オマリー家ね、あのコミッショナー来てね、もう練習やっとったからいろんな話しとる、うん、交渉はしろって、うん、勉強をもっともっとやってもらいたいね、なるほど、うん、学べと、学べ、もうね、悪いけれど悪いほどいいものをもらえる、うんうん、いい時にね、勉強にならない、だから、まあね、あの巨人で12年原に電話するよ、12年間巨人で監督したら立派、偉いよ、しかし今度はお荷物球団弱いところの監督になって選手権で勝て、うん、ほいだら本物の監督になるって、うん、いいこと、ひろさん、きらさんで何ゴルフして遊んでる、いやいや、まあ、そこのプライベートはまあいいじゃないですか。いやあれ ね、原なんかね、あれより偉くの弱いチーム行ったらね、いい選手らしいのは来ない、うん、だから教えなきゃいけない、うん、教えるということは自分の勉強になる、うん、そうですね、ね、そういう時代ですよ、いろいろチームを耕えて勉強して育てていけと、うん、そう
いろんな人がね。で僕らまだ若い頃は早稲田の駅引きの楽しかった、うん、プロだったらこれで分かるのにな、こいつら分からんなと、ほいで言い方、うん、もっと優しく歌うんだよ、勉強になる。まあ人生一生かけて勉強ですね。まあでもあんた生まれたら死ぬんだから、いいことせえや、うんうん、自分の好きなことで死に間際に死にたくないってふざけるなっちゅうんだよ。そう思わない、人生論ですね。人生論ですね。まあ哲学というかね。はい、広岡さんはいい人生でしたか。僕はね、ここまでね、その時その時いじめられた時のどうしようかどうしようかってその時勉強したのがやっぱり役に立つ、うん、あれスーッと巨人の広岡で終わったらね、バカ、本当にバカになってポーッとしてる、うん、まあ知識がないと生きてて恥ずかしいというね、うん、いうことも言った人いますけど、やっぱ知識をつけてそれを還元していけと、で教えながら自分もまた勉強をしろと、そういうことですよね、うん、まあ長らくありがとうございました。本当勉強になりました。はい、また機会があったらぜひ、はい、もういつでも言ってください、暇ですから。ありがとうございました。ありがとうございました。